どうもこのでですです今日は「r u n e クスト第9話の感想についてやっていきます、まあ、今回はね第6ラウンドっていうことで、まあ、新曲ステージとあとグローバル k p o p ミッションがあってであとはもうファイナル前最後の脱落者もう決定したねねもうさなんかそもそもさもう選ばれし者たち感想方かったじゃん <laughs> あの今回のさラウンドがそうだね そうもうさ本当に実力者しか残ってないし、うん、みんなうまいじゃん、うん、もうなんかむずーと思って <laughs> いろいろむずーってなったよねいやそうなのプライドチームもスクラムチームもさどっちもよかったから、うん、なんかこの6人組にチームでデビューすればいいじゃんみたいな <laughs> 出た出たオタクあるあるオタクそ,そファイナルはファイナル付近オタカあるある <laughs> そうそうよくあるよねでもまあなるんよそう,そ,うそうなるんようまいしみんな うん、そうそうほんと生徒たちだもんねいやすごいステージがやっぱ良かったよねえ何か何よりやっぱさそのコーチ陣ももうどんどん感動してってるじゃんもうここ最近感動してるよねコーチ陣もそうだねコーチ陣そうだね <laughs> やられてるねステージにね <laughs> そう、まあ、ただ残念ながら一番最後だけちょっと厳しかったけどあの11の時だけねうん1ン何だっ厳しかったわ <laughs> かる <laughs> そこまでみたいなとこあったよねなんかそんな言うほど悪くなくない<う>みたいな うん、ジファンまでやめてよみたいな <laughs> <laughs> ジファン調子いい時ちょっとさインフ見ながら,だからダジャレっぽくやりながらさうまいこと言ってたりさ褒めてやりたりとかそうだね <laughs> いやそう11意外だったよねなんか最初、うん、なんかあれってそのグローバル k p o p ステージってなんかこの「あゆねく」本編始まる前に YouTube で公開されとったね1分ちょっとあそうなんだいやそうそうそうだからなんか 純粋な気持ちで見ててあすごいよ上手だなみたいなヨンソちゃんの表情とかはもうささすがでしかないじゃんもうオニョンじゃんと思っててさわか,か,かる分かるかるそのあの表情みたいなさあんみたいなかむやつあ <laughs> かるちょっとね <laughs> <laughs> どっちも強いアムがもっとかわいいよ <laughs> そう高貴な感じでちょっとね強めだけど 強すぎないないんか気品あふれる女性の感じだよねそう、猫ちゃんの甘がみみたいな感じなんだよ。ああ、そうね。うん、今のうちらすごい、もう、お墨がそうかって、わー <laughs>、うんったよい犬みた確かに。そう、だから、すごい綺麗だな、みたいな、上手だな、とか、いろいろ思ったんだけど、いや、まさか、あそこまで、こう、あそこまでっていうかなんか、思った以上に、やっぱ、評価的には、なんか、結構厳しいなと思って。なんか、あれ、なんかね、うん、その、実際見た時の、その音、音の感じ。 特に歌の面での指摘がやっぱ多かったと思うんだけどうんなんかそういうやっぱちょっと違ったんかね現場とその放,放送配信の方だとねえもしかしたら放送だとちょっと調整とかも入っとるんかな分からんけどねうんうんあまりにもあんな感じだったかちょっと思ったよねねえまあでも片やフィールスペシャルもめっちゃ良かったしみたいなうんねねモカちゃんとかもすごい良かったしねわかるモカちゃん来たって思ったよねうんモカちゃん モカちゃんってなったよね <laughs> だってもかちゃん2位だったからねなんせそうなんそうなんあの最終のやつねあじゃあ先出すか、うん、それあそうだねじゃあ第6ラウンドを経ての18秒式のね順位がこちらですよいやそうなんよもかちゃん2位だったんよね まあもちろん400点ベネフィットあって2位はど,うどうっちなんだろうって思ったんよ。でやっぱさ今回初めて全員の内訳がさ、うん、票数の内訳が公開されてて今までなかったじゃん。うん、ほとんどさ、その脱落した人とかだよね。うん、あったのって基本的には。そうね。なんか見れたわけなんだけど。 やっぱ見てくとそこまでこう手放しに喜べる感じではないねもちろんステージがコーチ人の評価がめっちゃ高くてモカちゃんはうんうん確か1位じゃなかったかなそうモカちゃんが一番いいんだよねコーチ人の評価でああ本当だでしかも現場表も悪くなくてその実際に見た人からはすごい好評だったんだけどあのグローバル表がやっぱり結構モカちゃんが厳しくてちょっと まあ苦戦してるっていうか、上の方ではやっぱないじゃん。残念ながら、うんうん、うこれどうなん？なんかさその今回の,さそのステージ、良くてインパクトあってっていう意味では、めっちゃ嬉しいんだけど、なんかファイナルの,そのデビュー組を決める決め方ってどうなん？みたいな。多分、グローバル票じゃないって思うんだけど、韓国票、海外票の五十パー、五十パーの最後は。そうだね。ファンの方の投票、ファンの方の投票の比重っていうか。ちょっとか むしろそうだよねきっとねうーんなんかあれなかか決め方公表されてるうーんなんかあゆねくネクっていまいち何かつかみきれんみたいなとこあるよね <laughs> あゆねく。ネク <laughs> いやーでも調べてもやっぱちょっと見つけられんかななんか、うん、やっぱ当日っていうか来週分かるんかね次の放送の時にああそうだね今さすがにファイナルだからねどういう感じで決定するのかっていうのは言ってくれそうだけどうん、うん、まあもしくはもし分かる方いたらね教えてほしいよねうん えてかそのモカちゃんやっぱりベネフィットなかったら6位ぐらいだからやっぱ結構ね現場票があればなんかチャンスというかあるけど結構結構厳しいねこの今回のでもその良かったからそれで伸びるとかそういうやつだね、うん、うんあり得るとしたらそっかあそしたらやっぱベネフィットとかベネフィットの比重がちょっと多いねいそうなん、うん、てかそれでさその日本人枠で言ったらやっぱいろはちゃんもなんか ちょっと最近さ、なんかベネフィットもらって今回4位だったけど、実際なかったら5位ぐらいで、うん、やっぱグローバル票とかが、特になんか海外票がなん,なんか知らんけどさ、ちょっとさ、下がってきてるイメージあってさ。そう。あの番組の冒頭で第3回グローバル投票のさ、結果がさ、パッと出たけど、あのステージ、ステージを加味しない順位ね。それでいろはちゃんやっぱ7位だったから、ええー、と思っていろはちゃんも上位のイメージ最近ずっとあったから、 ちょっとね前回5位とかでね若干下がり意味であったけどえもうじゃあ7位だったらもうデビュー圏外になっちゃうじゃんみたいないやそうなんよむずーって何が起こっとるんだから結構さその日本人結構多くいたけどなんかそもそもデビュー意外となんか厳しいのかなってちょっと思ったりしてて、うんね、そうなんよなかなかなんか狭きもんてか6人少ないからさ男性 そうそうそもそもがね。<laughs> ねえもしかななんいよ、うん、あとヒメラちゃんがさ結構グローバル票があの投票の方がさな,んかなかなかこう結構下の方みたいな感じじゃん「なぜ?」みたいな。うん、なんかそんな気持ちにならん、ね、そう結構分量もあるしステージもいいしって感じじゃんねなんかちょっと悔しいとかもどかしい感じあるよねちょっとね。 うん、そうだね結構後半になるについてなんか姫菜のねターンだみたいな姫菜来るみたいな感じの流れかと思いきやちょっと表に結びついてないところが悔しいよねもどかしいっていうか本当にそう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 でもなんか現場表そのもちろんさコーチ陣の方には結構褒められててまあそれはさチーム分かれた上で1位みたいなやつなんだけど、うん、それであのチームだと1位だし。 で現場の方でもそうやっぱ悪くないんよ結構よくて実際に見たらこう姫田の良さ分かってもらえるみたいなあれなんかなねああねでやっぱステージいいもんねそう,う今回もよかったよね愛知先生がさ「行け!」みたいなさ「<laughs> レッツゴー!」<laughs> そう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 , <laughs> うんねえだからプライドとかもさチーム内2位とかでさなんか結構コーチ陣の評価とかもさ姫田ちゃんいつも上位のイメージなんだけどね あと、個人的にはさ、ウォンシちゃんがさ、なんか、結構、安定的な人気あるタイプかなと思っ,とったんだけど、なんか、グローバル票が意外と、なんか下がってるイメージあって、うん。そう、意外みたいな。ねいや、そうなん。なんかあのさ、ン次グローバルの韓国票だと、そう、4位ぐらいなのかな韓国票だと4位。で、グローバル票が、ちょっとそこまで強くなくて、海外票がそんな強くなくて、下から3番目ぐらいなのかな ほんとだそうそっかだからグローバル票なんだモンヒちゃんってその課題というかそうだねちょっとあの偏りっていうかやっぱねあのバランス型じゃないっていうかちょっと韓国票が比重高いね意外だよねなんかすごいうちら好きじゃん <laughs> なんかさっきのモンヒちゃんめっちゃ好きじゃん、うん、かわいいもんね 結構、前回だったっけなあの、シャネルちゃん問題の時とかもさ、ゴンヒちゃんの動向すごい可愛かったもん。うーん、そうそうそう。え、てか、でもステージさ、どんどん良くなってってるし、なんか、すごいなって思うこと、ほんと増えてきて、ゴンヒちゃんは。そう、なんかスクラムチームの時さ、ゴンヒちゃん歌ってか声がすごく良くて、あの、青春の感じすごい出とって好きだったんよね。わかる。なんか声に特徴あるタイプだよね。 そう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 エモさんみたいなのも感じてさわかるモカ、うんまあ、さんも声で言ったら私は好きなんでモカさんの声いいよねモカさんの声もいいそうモカさんの声いいよねなんかさあのタイプの声さモカさんぐらいしかいなくない、うん、確かに今回のこの残ってるメンバーだとそうだよねなんか それだけに <laughs> またモカさん戻っちゃった <laughs> 好きすぎて戻っちゃったまた <laughs> なんかそうそうそうもっと上がれみたいなねモカさんねあとさ最後にさこの6人ピックに戻ったじゃんファイナル前にしてうんうんだからさもしかしたらよくよく考えればさいろはちゃんとかもっと順位上がるかもねそうだねなんかさこの「あゆねく」ってさ投票人数なんかなんかコロコロ変わるじゃんなんか毎回。うんうん うんうん、だからその6人に最後なのに6人ってことは枠広がったから、うん、可能性広がるかもねなんかさよくなんかいつも思うのがワンピック投票も私すごい面白いしどうなるんだろうみたいなハラハラがあってすごい好きなんだけどなんかワンピック投票って意外とむずくて。 バランス取れれるグループかかって言われたらら意外と分からんそのもちろん全員今までデビューした全ての皆さんは大好きだし最高だと思ってるんだけどバランスっていう点だったら6人ピックの方がいいグループっていうかバランス取れたグループ作れそうなイメージあるんでああそうだねなんかわかるでしょそれちょっとわかるワンピック投票だとワンピックが強い人たちの集まりみたいになるからそれはそれで面白いけど確かにバランスっていった意味では ね、なんかちょっとまんべんなく投票できた方がいい可能性は高いよね。そうそうそう。なんか結局6人さ、 選ぶだけでもなんかこの人はやっぱボーカルいいしダンスいいしとかなんかまんべんなく投票したりさなんかその人のすごいいいところをさ見ながら投票できるわけだからなんかグループ必要だから投票するわけじゃん、うん、そうだねだそれがちょっといいなと思ってなんかこれがその新しいなと思ってファイナル前でその人数減らず6ピックやるん、うん、アイランドの時そうだったっけみたいなもう記憶なくてさなんかそうそうそう,ういいなと思ってね確かに確かになんか <laughs> 運営の試行錯誤感もさ、ちょっと会話見えはするけど、うん、最終的にいいかもしれないね。うん。で、以上でね、今回は、アイユネクスト第9話の感想についてやってったけど、もういよいよ、次回がファイナル最終回ということで、デビュー組決まるね。なんかあれかな、ね、生放送投票とかもね、もちろんあったりしたり、でもなんかさ、どうなんかね、やっぱ本当にさ、全部グローバル投票行くんかね。<laughs> ずっと行っとる。 うん、なんかあのほらアイランドがアイランドがさやっぱ最後の1人はプロデューサーが決めるみたいなやつだったからしかもそれは結局ビリーフラボのさやつだったじゃんビリーフラボのオーディションだったじゃんねだからもしかしたらそれもありえるしみたいなでもパンさん今までほとんど出てきてないしなてか出てきてたっけみたいな最初おったっけ挨拶とかで <laughs> いやーいやー最初もいなかった気がするちょっと記憶があれだけどね 記憶いだけかねそう、うん、なんかプロデューサー決めるパターンはないかじゃあおらんから分からんけどーんいやさすがにそうだねまあどうなのか分からんけど、まあ、だからさアイネクスのファイナルが楽しみだよねそうだねホッホッ